令和6年能登半島地震復興チャリティーイベント、ナンバーアンダーライン愛がつないだ笑顔と復興への願い。ある中学生の男の子が、平野くんにリストバンドをもらう瞬間は、彼の目が輝き、喜びが溢れる様子が印象的でした。かつて人々が集まるイベントは、ただの娯楽として楽しむ場であり、日常の中で特別な瞬間を共有するためのものでした。しかし、現代のイベントは、 単なるエンターテイメントの枠を超え、地域や社会全体に影響を与える力を持つようになりました。特にスポーツや音楽を通じたイベントは、人々の心を動かし、地域の再生や支援活動を支える重要な役割を果たしています。先日行われた、令和6年能登半島地震復興チャリティーイベントは、まさにそのような力を持ったイベントの一例です。このイベントは、 地震で被災した地域の復興を支援するために開催され、数多くのアーティストやスポーツ選手が参加しました。その中でも、特に注目を集めたのは、人気アイドルグループナンバーアンダーラインアイのメンバーたちでした。彼らは、音楽やスポーツを通じて、参加者や観客に笑顔を届け、被災地への支援の大切さを訴えました。イベントのハイライトの一つは、リレー競技でした。 リレーは単なる競技以上の意味を持っていました参加者たちはそれぞれのバトンをつなぐことで被災地の復興に向けた力強いメッセージを発信していました。特にナンバーアンダーライン愛のメンバーである岸君と平野君の対決は多くの観客の心を捉えました。彼らが競技に臨む姿勢や仲間との絆を感じさせるパフォーマンスは観客に深い感動を与えましたまた。 岸くんが投手を務めた野球の試合では、彼の真剣な姿勢とユーモラスな一面が垣間見え、観客を魅了しました。試合中、デッドボールによるハプニングがあり、岸くんが上着を脱がされるという場面もありましたが、その様子がさらに観客の笑いを誘いました。このような瞬間は、イベントの温かい雰囲気を象徴するものであり、参加者と観客が一体となって楽しむことができました。イベントの終盤には、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーが子どもたちとスポーツで対決する場面がありました。子どもたちは憧れのアイドルたちと一緒にプレイすることで、夢のような時間を過ごしました。特に、ある中学生の男の子が、平野くんにリストバンドをもらう瞬間は、彼の目が輝き、喜びがあふれる様子が印象的でした。これにより、イベントがただのエンターテインメントではなく、 未来を担う子どもたちにとっても貴重な経験となったことがわかります。このイベントを通じて感じられたのは、エンターテインメントの力が持つ社会的な影響力です。被災地への支援や復興活動は、もちろん資金や物資の提供が必要ですが、それ以上に重要なのは、人々の心をつなぎ、支え合う気持ちです。このイベントに参加した人々は、アイドルやアスリートたちのパフォーマンスを通じて、 その大切さを再確認したのではないでしょうか。さらに、このイベントを振り返ると、現代社会におけるエンターテインメントの役割について考えさせられます。かつてのエンターテインメントは、一時的な娯楽としての側面が強かったかもしれません。しかし、今やエンターテインメントは、社会問題に対する意識を高め、地域社会の再生を支援するための強力なツールとなっています。特に、 アイドルやアスリートといった有名人が参加するイベントは、その影響力が大きく、多くの人々にポジティブなメッセージを伝えることができます。このイベントが象徴するように、エンターテイメントが持つ社会的影響力は、単に娯楽としての役割を超えて、私たちの生き方や考え方に深く関わるものとなっています。特に、復興支援や地域再生といったテーマにおいて、エンターテイメントがどのように人々を結びつけ、 にに歩む力を発揮できるるのかについて考えることは現代社会ににおいて非常に重要な課題です例えば今回のイベントではナンバー,ア,ンダーラインアイのメンバーが被災地の子どもたちとスポーツを通じて交流することで彼らにとっての新しい希望や夢を与える場となりましたこのような直接的な交流は言葉だけでは伝えられない温かさや思いやりを示すことができ参加者たちにとっても深い意味を持つ体験となったことでしょう エンターテインメントの力は、このような人と人とのつながりを生み出し、心の中に長く残る記憶を作り出すことができるのです。さらに、エンターテインメントの力は、単なる一時的な感動にとどまらず、その後の行動にまで影響を及ぼすことができます。今回のイベントに参加した人々が、自身の経験を SNS でシェアしたり、家族や友人に語ったりすることで、支援活動への関心が広がり、 より多くの人々がその意義を理解し、行動に移すきっかけとなるかもしれません。エンターテインメントは、その魅力と影響力を生かして、人々の意識を変え、社会全体にポジティブな変化をもたらす力を持っています。私たちがエンターテインメントを楽しむ際に、ただの娯楽として消費するのではなく、その背後にあるメッセージや意図を考えることは、私たち自身の価値観や行動を見直す機会となります。例えば 被災地支援をテーマにしたイベントに参加することで、自分たちが日常生活の中でどのように社会に貢献できるのか、どのように他者と支え合うことができるのかを考えるきっかけとなるでしょう。また、このようなイベントが成功するためには、参加者や観客だけでなく、企画運営に携わる多くの人々の協力が必要不可欠です。彼らが細部にまでこだわり、 参加者一人一人にとって特別な体験となるようなイベントを作り上げることで、エンターテインメントの持つ力が最大限に発揮されます。これは、現代のイベントが単なる商業的な成功を追求するだけでなく、社会的な意義や影響力を持つものとして評価されるべき理由の一つです。私たちが今後もこのようなイベントに参加し、そこで得た経験や感動を日常生活に取り入れることで、 社会全体が少ししずつ良いいい方向に進んでいくことを期待していますエンターテインメントは、その瞬間だけの楽しみではなく、私たちの生き方や価値観に影響を与え、未来をより良いものにするための道しるべとなるのです。そして、エンターテインメントが持つもう一つの重要な役割は、私たちが直面している社会問題に対する意識を高めることです。今回のイベントが示したように、 エンターテインメントはその影響力を生かして、被災地支援や地域再生といった課題に対する関心を喚起することができます。また、エンターテインメントを通じて得た感動や学びを、他の人々と共有することで、その影響はさらに広がり、社会全体がより良い方向に向かって進んでいくのです。例えば、ナンバーア,ンダーライ,ンアイのメンバーがスポーツを通じて子どもたちと交流する姿を見て、 多くの人々がその優しさや思いやりに感動し、何かしらの形で支援活動に参加しようと考えるかもしれません。また、イベントで得た感動を SNS でシェアすることで、その影響はさらに広がり、より多くの人々が被災地支援の大切さを理解するようになるでしょう。このように、エンターテインメントは私たちの心を動かし、社会にポジティブな影響を与える力を持っています。そして、 その力を最大限に活用することで、私たちは社会全体がより良い方向に進んでいくための一歩を踏み出すことができるのです。また、今回のイベントが成功した背景には、企画や運営に関わった多くの人々の努力がありました。特に、被災地とのつながりを大切にし、地域の人々とのコミュニケーションを重視することで、イベントの目的が明確に伝わり、共感を呼びました。これは、 現代のイベントが成功するための重要な要素の一つであり、単なる商業的なイベントとは一線を画すものです。このようなイベントを通じて、私たちは地域社会や社会全体とのつながりを再確認し、その中で自分たちがどのような役割を果たすべきかを考える機会を得ることができます。エンターテインメントは、ただの娯楽ではなく、人々を結びつけ、共に支え合うための重要な手段となっているのです。 イベントが終わった後も、その影響は続きます。参加者や観客が家に帰り、日常生活に戻った後でも、イベントで感じた感動や学びは心に残り続けます。それは、被災地の復興支援に対する意識を高め、今後の行動に影響を与えるかもしれません。そして、その影響が広がり、より多くの人々が支援活動に参加することで、社会全体が少しずつ変わっていくのです。 今回のイベントをきっかけに、私たちはエンターテイメントの持つ力を再認識しました。それは、人々の心を動かし、地域社会を支える力であり、未来への希望を生み出す力でもあります。この力を最大限に活用し、今後もエンターテイメントを通じて社会に貢献していくことが求められています。最後に、読者の皆さんに問いかけたいと思います。私たちは、 日々の生活の中でどれだけ他者とのつながりを意識しているでしょうかエンターテインメントを楽しむ中で、その背後にある社会的なメッセージや意義をどれだけ感じ取っているでしょうかそして、その経験をどのようにして日常生活に生かしていくべきでしょうかこれらの問いかけが、皆さんの心に響き、新たな行動を促すきっかけとなれば幸いです。最後に、もう一度皆さんに問いかけたいと思います。 エンターテイメントを楽しむ際にその背後にある社会的な意義やメッセージに気づいているでしょうかその経験を日常生活にどのように生かし社会に貢献することができるでしょうかエンターテイメントの力を通じて私たち一人一人が社会を変える力を持っているのだと自覚し共に未来をより良いものにしていくことが求められています